こんにちは。こんにちは。まあ、9月になりまして、もうねそろそろ10月11月あれ、そういえばドラフト第1回、そうですなあ、はい、もうあっという間に来るよな。そうです、ここ、まあ、優勝争いって言いながら、はい、その決着がおそらくつく前にドラフト会議があるからですよね。今年はもう現場の監督とか大変だよ、はい、今年大変ですね。だからスカウトに委ねるところがあるよね、はい、もうちょっとお前ら頼むよって、お前今もうそんな見てる暇も、はい、考えてる暇もそんなないぞみたいな。そうですよね。あ、まあ、去年はあの高校野球甲子園春夏なかったじゃないですか。で今年は開催されたので、やっぱりこの高校生だったりがやっぱりスカウトに今年いっぱい入ってくるんじゃないかとか、そういったところも言われてますし。スカウトにいっぱい入ってくる、はい、もうなんかどちらかってんなスカウトでスカウトでまあまあ入団ね。そう、去年は何かとやっぱり大学とか社会人で経験ある人たち多く取るんじゃないかな、うん、まあまあ確かにそう、そういう傾向にあったよね。でそんな中でちょっと日刊スポーツさんがですね、うん、もしスカウトだったら選手のどこを見るという記事を出しました。はい、でちなみに巨人の阿部二軍監督にこの日刊スポーツの記者の方は聞いてるんですけれども、うん、まずはボール回しがセンスある選手という、そういうものをまずスカウトで見ると、うん、さらに遊撃手、ショートがやっぱりその花形なので、ショートの選手をやっぱり見るというふうに阿部さんはおっしゃってるんですけど、まあ、ボール回しは基本甲子園でないもんね。ないですね。ないよ、すぐピッチャーに返すかボール回し見れねえじゃないかって。そうですよね、そこは、うん、まあでもポジション的に言えば、はい、やっぱショートはずっと見とくよね。やっぱショートが一番身体能力が高い人間が、はい、そのチームのね、はい、身体能力が高い人間がやっぱ守るよ、うん、うん、それとやっぱキャッチボール見るよね。キャッチボールですか。キャッチボールが上手い選手は、はい、やっぱ野球も上手いよ。俺が感心したのは、はい、清原、はい、キャッチボールが丁寧だよ。やっぱねキャッチボールを大切にする人間って、はい、やっぱね打てる、こうボールを投げるっていうのは、はい、やっぱボールってこうは投げないでしょ、はい、ここでパッと作っといて投げるでしょ、うんうん、この間っていうのはバッティングの間と一緒なんだよ。へえ。いやだから、はい、キャッチボールはよく見る。でまあもう高校野球なくなったけどさ、はい、PL の選手たちっていうのはやっぱキャッチボールはできてるよ。いやそれやっぱきちんとそういうふうに言ってるんですかね、指導で。あのねやっぱそれは教えだろうな。教えとやっぱそのセンスじゃないの、野球センス、はい、だから立浪のキャッチボールも見事だったしさ、はい、で片岡も雑草じゃないそれどこ。いやいや、なんとなくなんとなくだけど、あいつのボート見たことないもん。あ、取るまでのミスは許されても、プロって投げるミスっていうのは許されないんだよ、うん、これなんでかっていうと野球の基本っていうのがキャッチボールだから、はい、だから片岡のボートなんか一回も俺見たことない。あ、そうなんですね。うん、でやっぱりキャッチボールをしっかり丁寧にきちんとやる。いやだから俺あの PL の人間とこう接する機会が多くてさ、はい、で大学の時からあの、まあ、PL の人間と関わってきて、うん、でプロに入っても関わってきて、はい、やっぱ PL の子が、まあ、宮本にしたってそうだよな。そうですよね、新谷さん冒頭投げたのって、うん、まず見たことない。そうです、ね、今思い出したのが深夜のサヨナラボートがあったなと思ったけどいやいや巨人戦でね、それもめちゃくちゃ無理な体勢で、はい、もう一か八かで殺さないとサヨナラだったから、まあ、その時はボートになっちゃったけど、はい、それ以外はね俺 PL の子がボートしてるのっていうのは見たことない、ね、やっぱだからキャッチボールだからキャッチボールは見るよ。あとは走り方、はい、走り方、走り方にセンスが出るから所作ってすごく大事でしょ、はいはい、その中の一つだよ、うん、例えば清宮、はい、ね、あのすごく打ち方とか素材はいいよ、うん、ただねやっぱ走り方が良くないかっこ悪い。変えられるものじゃないですかね。いや変えたら、うん、
変わると思う、バッティングも。おお、あ、そこにつながってるんですか。いや、つながる可能性が強いから。それ今それが全てだとは言わないけど、はい、所作ってすごく大事で、はい、言えばユニフォームの着こなし一つでもやっぱセンスが出るから、うん、あ、この子はかっこいいなって。だって上手い選手かっグラウンドに出てかっこ悪いなと思わないでしょ。思わないですね。プレー始めたら、あ、やっぱかっこいいって、そういうギャップはないと思うんだよ、はい、やっぱ最初からユニフォームの着こなし、うん、グラウンドの立ち姿、うん、そういうちょっとした所作、はい、そういうのでやっぱセンスってやっぱ必ず出るよ。で、打席に入り方、はい、で、構え方、うん、もうみんな真似してんだよね、プロの。それ真似でもいいけどさ、滑稽なやつがいるんだよ。こんなやってこんなやってさ、ここ 、うん、やってんだよ、はい、まあ柳田の真似なのか、はい、自分を柳田と例えて打席に入ってるのかわからないよ、はい、でもそれでもセンスのいいやつって真似しててもそこがハマるんだよ。だからそういうところをこうやって見てると、はい、あ、センスがある、打つ打たないは関係なく、うん、センスがあるなと思う。じゃあ例えば高校野球でスカウトの人たちがこの子いいなとか取りたいなって思う子は、例えば即戦力で使えるような怪物みたいな、もう誰もが見てもヒーローな子なのか、それとも埋もれてる原石。まあ原石だよね、高校生だったら。あ、例えば本当にこう数字が出てきて誰もが知ってるような投手ももちろん人気でかかるじゃないですか、うん、それとは別にっていうことですよね、うん、最近気になるのはさ、帽子のかぶり方、はい、頭でかいのかどうか知らないけどさ、もうこうやってちょい乗せのやつがいるんだよね、こんな。なんか、なんですか、ヘアセットが。なんかこの耳とさ、ここの間がものすごく空いてるやつがいるわけよ。ここが長いんですかね。いや、わかんないけど、それは体型的な問題だったら本当は悪いんだけど、だけどね、なんかこうやってちょい乗せのやつがいるんだよね、おっさんがかぶってるみたいな。そういうやつはセンス感じないんだよ。きちっとやっぱこうきちっとかぶってさ、うん、なんかこうマウンドに立ってるとかさ、はい、そういうんじゃないとなんかセンスを感じないんだよ。だから野球って投げる、打つ、まあ、走る、守る、うん、まあ、これは一通り見てもね、はい、やっぱそこに力があるかどうか、うん、例えばその単にうまいんじゃなくて、はい、体が強いからうまいとかさ、はい、センスだけでこなしてるとかさ、うん、じゃあ体ができた時にはどうなるんだっていうふうな想像した時に、うん、あ、こいつは小手先でやってるのか、はい、全身でやってるのかっていうのも見るよ、うん、もうほんと細かいところまでってことですね。いや、それがやっぱ長年野球やってると、はい、やっぱ分かるようになってくるんだよ。だから喋りを見てて、あ、この子は上手くなる、ならないっていうのをすごい分かるでしょ。それはあります、ね、あるでしょ。それと一緒なんだよ。俺の子供がサッカー選手やったけど、はい、プロになったけど、お、分かんないんだよ、センスがあるかないかも。おー、あ、でも結果として残ってんだと思うから、はい、あ、割と優秀なんだと思ってプロ行ったの、うんうん、で他の周りの人からは、いやいや、センスありますよって、めちゃくちゃありますよって言われるけど分からない。でも野球、こと野球に関しては分かる。あ、こいつはカッコつけてるだけでセンスはないなとか。あ、でもこいつ9番打ってるけど、これ教え込んだら面白い選手になるぞっていうのはいるよね。あ、そうなんですね。まあ、例えば我が子を、はい、見てて9番の子、この子がね、スイッチなんだよ、うん、俺なんで9番打ってんのかなって思うぐらいセンスを感じるわけ。へー、だから教えられてないんだよね、多分。だからそのまま素質だけでやってるから、はい、まあ、そのまま素質だけでやっても、まあ、3番とか4番を打たなきゃいけないとは思うんだけど、うん、でも、まあ、まだ力が足りないとか、スイッチで両方やらなきゃいけないとか、うん、だから、あ、この子はやっぱセンスあるなって感じた子はたくさんいるよ。そうなんですね。あ、これなんで7番打ってんのかなとか、はい、これ10 15番とかつけてるけど、なんでこの子はレギュラー番号じゃないんだとか、そういうのは感じる。だからそこの学校の監督さんだったりコーチの方がまだまだその子の素質をこう引き出せてなかったり、いや、まだ伸びてないんだろうね、途中ってことなんですかね、うん、そうそうそう、まあ
高校の監督やってたらもうずっと見てるわけだからそのセンスは感じながらも、いやまだまだやっぱクリーンアップ打たせるだけの力はないとか、そういうことで外してるんだと思うんだけど、なんかこう面白いよね見てると。そうですね、いや原石はたくさんいるわ。やっぱりいるんですね、その原石の中でもプロに行けることをやっぱり断念せざるを得なくなってくることが出てくるわけじゃないですか。ただねやっぱあとは性格、目に出てくる、はい、藤原ロッテの、はい、あの怖い目してるよ、ね、あれが高校時代からそうだった、党員の時からっていう、やっぱね勝負事だからやっぱ目が必ず生きてなきゃだ、もう俺が高校野球をずっと見てきて一番強烈な顔してたの誰か分かる？え、誰ですか？こいつすごいなと思ったの。今も現役でやってますか？こいつ人殺すんじゃないかなって思うぐらいの殺気を感じたの。誰だろう、誰だ、清原さん、片岡これはね、これはね本人にも言ったことあるけど本当に殺気があった。いや今から想像できないんだ。いやいや、あのやっぱ PL の春夏連覇、はい、その時に4番を打った、はい、あの時の責任感、はい、もうねこいつは人をね殺せると思ったもん。でもそのぐらいの気持ちが出てたって、ね、気が出てたっていう。片岡さんも見てみたい、その高校野球のやってた時 の残ってるから見て。残ってますかね。もうねやっぱ目が生きてるやつじゃないとダメだよ。あるんですね、うん、そこだからもう、ま、逆に言うとその目が死んでるというか覇気のない子はもうダメっていう、うん、まあ覇気がない子はないけどね、はい、その中でもまあ例えば覇気がある中で覇気があるという、まあ一流に生けるっていう子たちってことです。そう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 、やっぱ目を見るよね。だからスカウトの人たちの見るポイントって本当にその我々素人が見てる、うわすごい圧巻だとかではない。ちょっと待って、はい、俺がスカウトだったらそういうとこ見る、はい、みんながみんなそうでもない。みんながみんなそうじゃない。あ、違うんですね。違う違う、だからとんでもないやつを取ってきたりとかもするじゃない。あ、ね、そうね、なんでっていう、ね、そうそうそう、うん、金箔塗ってるだけっていう、剥げたら終わっちゃったみたいな、ね、気が剥げたらっていうのもあるんですね。あら、わかりました、はい。